三輪は、長野県長野市の滋賀市街地北東部にある地域。再競技、三輪市の十丁目の範囲。長野市役所三は市所管内。競技1、一、二、大和三輪及び1937年に、大和三輪から分かれた柳町を加えた区域。講義、二、二、霧原、中越、揚松及び、清和殿の一部を加えた区域。九、 神の地群三和村域。本校では2を中心に、かつて3の区域に所在した神の地群三和村についても述べる。なお、2のうち三輪1から10丁目は、三和市所、阿原屋は、小牧市所、三和田町は、第2地区、柳町は、第3地区の管内である。郵便番号は三輪、阿原屋、三和田町にそれぞれ個別に設定されている。また、 三、尾内桐原、中越は吉田市所、上松は第二地区、清和田は小牧市所の管内である。地区の中央部を長野電鉄長野線と旧北国街道が並行して東西に横切り、ほぼ中心に本郷駅、西端に全港寺照らした駅がある。南園には品濃鉄道北品濃線、北陸新幹線が通るが、駅はない。周囲は、 以下の地区と接する。ほぼ全域が市街地外園の住宅密集地となっている。三輪という地名は古くから見られ、三和、三輪とも書いた。古代に三輪氏が住んでいたことが地名の由来といい、三輪八丁目には三和神社がある。近代は北国街道沿いを中心に発展してきたが、戦後は SBC 通り沿い、北長野通り沿いなどが発展している。 現在の三和地区は、水内郡三和村、浮村、道群、古野村の一部、道群小牧村の一部にあたる。9、三和村の歴史長野市三林の歴史三林1.34.5丁目、交差点。信号機横の交差点名標識が、独特の表記となっている。三林1.23.45.67.8、9、10丁目は、長野市街地の北東に広がる地区。 郵便番号は380-0803。地区の西園を長野通りが南北に通り、東南園を品野鉄道北品野線、北陸新幹線と北長野通りが並行して走る。中央部には長野電鉄長野線と総抜き通りが並行して東西に横切り、三輪通りが南北に貫く。北部には SBC 通り、南部には上等小学校通りが、 東西に横切る。なお、三和通りと上等小学校通りとの交差点は1丁目、3丁目、4丁目、5丁目との境界にあたるため、三和1.34.5丁目という交差点名となっており、信号機には1.34.5の部分のみ、他の字の4分の1の大きさで2行に分けて書かれた珍しい標識が設置されている。周囲は以下の町町長と接する。 一丁目から六丁目、八丁目、九丁目は、市街地にほど近い古くからの住宅街である。地区内に、県営柳町団地、市営県目団地、市営武器団地があり、特に、柳町団地は、長野県内最大級の大規模団地である。八丁目の中でも、旧北国街道沿いや、長野大通りを隔てて、西側の七丁目はやや,や趣きをことにして、 全光寺東山道の入り口となる、静かな町である。旧北国街道の細い道沿いに古い商店がの木を連ね全光寺七院の一つである、三輪山島ルネラや全光寺七社の一つである、三輪神社などがあり、歴史を感じさせる。七丁目の九丁目である淀が、橋は、かつてこの地にあった、全光寺七橋の一つ、淀が橋に由来する。SBC 通り、 通りの左側が三輪十丁目、右側が三輪九丁目。九丁目北部と十丁目南部には SBC 通りに沿って商業施設が立ち並ぶ。1975年以来長年地域の核として親しまれてきたジャスコ長野店は老朽化による改築のため2007年に閉店、解体。 その後、建築資材の高騰によって着工が延期されたものの2014年に4タウン長野山林として再開業した。この付近の旧町名である浮きは、かつてこの地にあった浮き市の館、浮城に由来する。旧浮村は、現在の浮地区の範囲よりも広く、浅川東条の浅川に架か,かる橋には、浮き大橋と名がついている。地区内の人口及び世帯数は以下の通り、 三輪地区は1971年に長野市内で2番目に住居表示が実施された。住居表示実施前の町名と現在の町町名は、おおむね以下の通りである。鉄道、編集長野電鉄の全校寺照らした駅、本郷駅があり、以下の路線が利用できる。路線バス、編集長野大通り、編集長野大通りでは、超電バスの以下の路線系統が利用できる。SBC 通り、 編集長野大通り SBC 通りでは、超電、バスアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。上等小学校通り三和通り、編集上等小学校通り、三和通りでは、超電バスの以下の路線系統が利用できる。北長野通り、編集北長野通りでは、超電バスの以下の路線系統が利用できる。北部幹線、編集北部幹線では、 超電バスの以下の路線系統が利用できる。三輪一丁目、編集旧 n t t 東日本長野病院。現在は、朝日長野病院となっている。三輪二丁目、編集見は三丁目、編集見はの四丁目、編集見は五丁目、編集三輪六丁目、編集三輪七丁目、編集超電、スイミングスクール三輪八丁目。 編集三輪神社長野県立大学三輪9丁目。編集長野女子高等学校三輪10丁目。編集阿原屋は三輪地区の南東部に位置する。郵便番号は380-0804。北西園を品野鉄道北品野線。北陸新幹線が通り、長野市街地と隔てられている。町の中央部を国道406号が東西に横切る。周囲は、 以下の町町と接する。大技山輪に属する町であるが、郵便番号は個別に割り振られている。また、町名のほかあばらや上境といった小技があるが、これらは原則用いないことが慣例となっている。地区内の人口は111世帯269人。平林街道上に超電バスのあばらや停留所があり、以下の路線系統が利用できる。 三和田町は、三和地区の南西部に位置する。郵便番号は380-0816。地区の中央部を、長野大通りが南北に貫く。周囲は、以下の町町と接する。大技三輪に属する町であるが、長野市街地内の町については、住所表示の際に大技を省くことが多く、郵便番号も個別にはありふられている。また、町名のほか、 竹井などといった小技があるが、これらは原則用いないことが慣例となっている。地区内の人口は541世帯1、097人。長野大通り場に超電バスの三和田町停留所があり、以下の路線系統が利用できる。また、近隣にある長野電鉄長野線、近藤駅、全高寺下駅も利用できる。柳町は三和地区の南部に位置する。 単独の町名としての柳町と、大技三里に柳町、大技鶴が柳町がある。郵便番号は共に380-080号。地区の中央部を国道406号が、東西に横切り、東端を品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通る。周囲は、以下の町町と接する。柳町通り。 柳並木は写真手前の信号交差点から写真奥の歩道橋まで。地区内の人口は371世帯821人。町を貫く柳町通りには元約110本の柳が植えられていたが2000年からの電線類地中化工事によって全て伐採された。しかしながら柳町通りのシンボルとしての柳並木の復活を求める声に応え、 2011年に柳町町内の区間約300メートルに24本の柳が再植樹されている。このうち2本は銀座の柳の子孫。なお、田町町内の区間約600メートルについては柳並木の復活より前に欅が植えられている。柳町通り上に町電バスの柳町中学、柳町団地停留所があり、以下の路線系統が利用できる。 ありがとうございます。